令和2年9月8日、阿蘇市役所内の巻支所で、阿蘇市 PTA 連絡協議会の主催による登下校見守り研修会が開かれました。これは、阿蘇市で2学期に入って多発している登下校中の児童生徒を狙った不審人物による暴行事案などを受けて、阿蘇市 PTA 連絡協議会が阿蘇警察署など各関係機関に呼びかけて緊急に開いたもので、中学生も参加しました。まず、阿蘇警察署の刑事生活安全課の松田係長を講師に研修会があり、これまでに起きた事案の紹介や不審者への対応について DVD を見ながら紹介されました。また防犯のポイントとして、子どもたちや保護者には普段から大きな声で助けを求める練習をする、防犯ブザーの定期点検をする、なるべく一人にならない、名札など自分の名前のわかるものは身につけないなどのアドバイスがあり、また地域に対しては普段の散歩の時間を登下校の時間帯にして、みんなで子どもたちを見守ってほしいなど具体的な提案もあり、何かあればすぐに阿蘇警察署に通報や相談をしてほしいと呼びかけました。そして阿蘇市のすべての小中学校8校の PTA 会長全員で、さまざまな犯罪や災害などの危険から子どもたちを守るという内容の決意表明を読み上げ、研修会に参加した区長会や民生委員、児童委員、社会福祉協議会などに見守りなどの協力を依頼しました。まあ、その犯人に対して私たちができることっていうのはですね、やっぱりこう事前に防止するということだと思いますので、まあ、その不審者に対してもですね、ものすごいアピールになるようなことをですね、一生懸命 PTA としてはやっていきたいと思っております。